午前10時54分ごろ四国地方で最大震度3を観測する地震がありました。震源地は土佐湾で震源の深さは30キロメートル。地震の規模はマグニチュード4.3と推定されます。震度3は室戸市、震度2は阿久市、南国市、高南市、上市などとなっています。 この地震による津波の心配はありません県によると今のところ県内で被害は確認されていないということです